リゼロから始める異世界生活アフレコアフタートーク。そうでしょ。夏木つまり役の小林祐介です。オートスウェン役の天崎光平です。この動画ではアフレコ収録直後に出演キャストがこの日のアフレコの感想や本編の見どころをお届けします。嘘でしょ。今回の第32話です。あ、はい、はい、違う方ですか。いや違う方、俺なんだけど、今本当に声張ろうと思ったらこんな声になっちゃった。マジっすか、はい、いや33話ですか。32話です。2話か、はい、あ、大変でしたもんね。そうですね、はい、もう皆さんきっと見てからこれを聞いてるはずなんで、はいはい、いつかこんな日が来るだろうと思ってました。なるほど。カスカスでこれやんなきゃいけない日。あ、そうなんです。毎回ではないんですね。毎回、毎回俺はここ出させてもらってるけど、はい、なんかそこまで声がすげえ枯れるほどのものはなかったんだが、はい、まあ、今日は叫び、死に、そうですね、拉致され、はい、笑い、はい、もう猿ぐずをそうそうそうかまされ、情緒不安定すぎるでしょ。大変でしたよね今日本当に。まあ、その一旦で、まあ、音も一緒に関わらせていただきましたけど、いやいや、でも第1期から登場してて、はい、あ、そうですね、はい、まあ、でも第2期になって、はい、なんかようやくオットーにも見せ場というか。嬉しいです。うん、はい、なんか僕自身そのリゼロをそもそも視聴者としてまず最初に見てて。あ、そうだったんだ。はい、で1話でこれはどえらいもんが来たぞってお、1時間かスペシャルかっていう、なんかそういうなんか特別感もあったりとかして、で僕が音で出るっていう話を聞いて、うん、まあ、ちょうど事務所の先輩の吉継さん、うん、松岡吉継さんがペデルギウスで出たあのタイミングと似たタイミングで途中参加させていただいて、うん、で、まあ、割と不幸な彼というか、まあ、言霊の加護の、理由とかもありつつ、なんかそういう背景とかを少しずつこう教えていただきながら、うん、一気やって、まあ、終わった後にもし二気があったら、うん、夫大活躍するよと。もう人気がグーンっていくよ。いや、うん、スバルちょっと危ういよって言われるぐらいだから。いやいや、もうちょっと身が引き締まります。いやいやいや、はい、一気では突き落としてましたからね。まあ、あれも理由がありますけど、はい、確かに。まあ、それを思うとなんかちょっと、まあね、いろいろ思い出してよくないね。あ、いろいろありましたけども、まあ、今回はついに、うん、スバルのことを友人と。ねえ、だから今まで、はい、リゼロのさ人間関係ってどうしたっても応戦絡みにみんなどうしてもね付随しちゃうから、はい、まあ、なんかちょっとこう裏があるというか、なんかこうあっての関係性って感じですね。そういうところ読み切った上、さらし切った上でのだから、はい、なかなかにレアな、うん、だからパトラッシュみたいな立場だよね。うわー、もう光栄、光栄です。パトラッシュの立ち位置は光栄すぎます。うん、でも男でさ、はい、近しい人間で、うん、まあ、友人として言える人って、はい、まあ、おそらくは、うん、もう今のところ夫ぐらいじゃないの。あ、そうですよね。なんかラインハルトもね、ユリウスも、はい、どうしても、まあ、立場的なものもあるし、そうですね、どこかまだ割り切れないところもあるし、うん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 、だから、いやでもね、なんか俺と浩平って、はい、多いよね。友達だったりとか、すごい近しい役。はい、そうですね、すごい近い役よくやりますね。過去一緒にやったレギュラーも、はい、ほぼほぼね、はい、なんか合わせ台詞が多いキャラクターが多かったですよね。せーので言ったりとかするようなそうだ、ね、セリフが多い役柄が多かったですけど、何なんだろうね、やっぱ声の相性みたいなのがあるのかね。 あるんですか ね、 ね、でも他のところの取材で言ったけどさ、はい、あ、はい、俺って声質的には陰の声だと思うの、はい、あ、おっしゃってましたね。そうそうそう、はい、で浩平は陽だから、はい、そこの陰陽がくっつっていい味を出すのかなと。でも今回もさ、スバルって陰じゃん、はい、そうですね、でオットーはまだ先がわからないけど、はい、とはいえどこかさ商人の割にはフワーンってしてて、はい、ようだからそういうところに何かがあるのかね。あ、バランス、わ、嬉しい。ちょっとユースケさんの現場全部ついていかせてください。どういうことですか。必ず対になる相手は天崎でお願いします。ちょっとそれはじゃあ制作の方に。そうですね、ぜひ天崎光平をよろしくお願いいたします。でもなんか今後もオットー活躍するっていう話をめちゃくちゃ聞いておりまして、ね、だから、まあ、はい、とりあえず助けてもらった上でもう追われる身なのは変わらないからさ。ああ、そうですね、ましてやもうすでに3日っていうタイムロスがあるから結構怖いですよね今回。だからちょっとこの世界戦はどうなるのか、はい、うん、これでもまだ一発逆転があるのか、はい、それともやっぱり
ちょっと考えたくないですけど、そんな先が気になる第33話もお見逃しないようよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい、ということでお相手は夏木すばる役小林裕介と夫数弁役の天崎浩平でした。バイバイ。